どうもタブヤンです。ファイナルファンタジー6、ティナを探して降臨源の村からさらに南に向かいたいと思います。行くぞ。さあ南に降りてきました。町を発見。ジドールの町、情報通りですね。ここはジドールの町、世界地図上で最も西にある町だよ。ほほほ、チョコボ屋があるな。貧しい階級の人たちは皆この町から追い出されてしまった。北の山脈の間に集まって町を作ったとか。ほうほうほう、北の山脈の間。この地方は厳しい階級制度が敷かれている。この町の南には中流階級の、町人が、北部には上流階級の貴族が住んでいる。ほう、見えるだろう、立派な家が。私も大きくなったらオペラ女優になるの。オペラ座の場所、町から出てずっと南よ。オペラ座、なんだこの町。アクセサリー屋、全部持ってるやつでしたね。さあ上流階級のとこ行ってみるか。光に包まれた女の子がすごい勢いで北の山脈の方へ。おお、ティナは北の山脈に向かっていったのか。オペラ劇場のお抱え女優マリアはすごく美人なんだ。マリア、もうこれは行くしかないね。オペラ座、マリアに会いに。たまーにゾゾのガキがこの町をうろついているんだ。カモを探しているんだな、気をつけな。ゾゾタウンから。競売場、なんだ、今日はもうおしまいだよ。競売、お前らどう見てもここの人間じゃないな。もっとシャキッとせえ。あ、これはあれか、競りっていうことか。競売ね。ファイナルファンタジー9でも競売ありましたけどね。6ですでにあったんだね。魂をよみがえらせる秘宝、帝国首都ベクターにあるという。魂をよみがえらせる、もう一度。これこそタブヤンが探し求めているものじゃないか。あ、競売の人には話しかけられないね。なんだこの大豪邸は。上流階級か。アウザーの屋敷。アウザー、あんたマリアにそっくりだね。知らないのかい、人気女優のマリア。エーテルゲット、さすがお金持ちの家だね。盗んじゃいました。あー、何これ、絵画が並んでる。まるで生きているようだ。絵に描いた宝箱。何この部屋。ランプ、鎧、綺麗な女性の絵。わあ、これモンスターっぽいな。壺。なんか意味あるのかな、ここ。屋敷、オペラ座行ってみる必要があるかもね。ゾゾの町は嘘つきだらけだよ。素直に信用しちゃダメだよ。
ちょっと宿屋に泊まってどうするか考えましょう。ゾゾの町の方にティナは飛んで行ったんだよね。でもオペラ劇場は南にあると。うん、やっぱりストレートにティナを探しに行こう。ゾゾの町に向かいたいと思います。行きましょう。チョコボで行こう。1回250ギルお願いします。さあここから北に向かいたいと思います。チョコボ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 チョコチョコチョコボ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 。おお、あっという間に着いたぜ。ここがゾゾですね。なんだ、大雨だな。ゾゾの町。あ、敵が出てくる。嘘でしょ。なんだここ。殺剣。え、回復するの？マジで？なんだこいつら。バイス、ガブルデガック、バイス。ヌストっぽい感じだね、このキャラ。シックルってなんだ？おお。銀縁メガネ盗んだ、やったぜ。ああ、2151ギル盗まれた。なんだこいつ、最低だ。あ、2700ギルで、これ、取り戻したのかな？びっくりしたー。今、全財産盗まれたじゃん。やばいな、この街。誰か倒れてる。これ、絶対嘘でしょ。死んだふりじゃない？あ、特に何もならない。ゾゾの街では騙されるなって言ってたもんね。パブ。あー、敵出てくるー。何これ。ベールダンス、はじめまして。ここからティナを探さないといけないのか。ダンジョンだね、正直。必殺剣舞。よし、開演最強だぜ。あのジドールの町でね、菊一文字買いましたんでね、攻撃力アップしてますよ。俺の時計は30秒差してるぜ。何のことを言ってんだ。でも嘘つきが多いって言ってたからね。あ、チョコボのマークがある。あー、3391ギル盗まれたー。これで逃げられたらもう最悪だよね。バイス、怖い怖い。なんだここ、行き止まりか。パブ、どうなってるんだこの街は。もっと探索しよう。お、登っていく感じですね。なんかエレベーターアクションを思い出すなこれ。エーテルゲット。錆びついて動かない。どういうことだ。あ、誰か人がいる。わー、ヒルギガース出てきました。何これ、雑魚キャラ。何ですかこいつ。でかいでしょ。でかすぎるでしょ。
ボスじゃないのこれ。いけるか。うわ、マグニチュード8って何？やっべえ、大ダメージ。経験値183、少ないんじゃないの。ボスぐらいの経験値もらってもいいんじゃないの。もうマジックポイント減っちゃったよ。セリス、エーテル使うことも考えていくか。さあ、ここは女の子、見たことないね。ましてやこのビルの最上階になんかいないぜ。これ最上階にいるっていうことだね。嘘ついてるんだね。最上階目指しましょう。わあ、面白いな。ああ、いつまでこんなことやってんだろう、俺たち。ここの人間は皆正直者さ。あ、いっぱい出てきた。今は2時だよ。12時になった。嘘つけ。10時か、家に戻らなきゃ。他のやつらより俺を信用しない。今は8時だよ。時間4時だぜ。何これ、全員嘘ついてるってことか。なんだこれ。何、誰これ。順番だよ、並びな。はい、なんだ、何が起こってるんだこれ。うわー、何これ、のぼ、おーおーおおお、すげー面白いじゃん。俺の時計の秒針は4の数字のところを指しているぜ。何言ってるか全然わかんないね。さあ、だいぶ登ってきたんですけどね、セリスがもう限界ですね。エーテル使おう。まあ、いっぱい落ちてましたからね。7つありますんで。あ、マジックポイント50回復か。3つぐらい使いましょう。さあ、今の時間の秒は20で割り切れる数だぜ。これ全部メモっといた方がいいのか。ちょっとメモっておくか。でも全員嘘なんでしょ。もう今更遅いか。20で割り切れる数、今の時間がテーマになってるんだよねこれ。量は20で割り切れる。誰か何人かが本当のこと言ってるとかそういうのかな。時間なんかね、みんな嘘ばっかり言ってたよ。よくわからなかったね。おい、ジャンプ、おい、ジャンプ。最上階はまだか。なんだ、なんかいるぞ。うわー、まだまだありそうだね、最上階。ゾゾタウン、恐ろしいとこだね。おー、誰かいるぞ、おばばみたいなやつ。バーニーナックルを手に入れた。なんだ、バーニーナックルって。時々魔法ファイヤーを追加発動します。へえ、誰か装備できるかい。あ、できない、このメンバーは。あいつの装備か。どうしようかな。セリス、セリスボス戦の前にはちょっとル剣に変えておきたいんだよね。魔風剣使えるようにね。あのおばあちゃんボスかな。え、ボスっぽくないね。でもこれは晴れた日に何のようだ。いやいや、雨降ってるじゃないの。わしは真面目な人間じゃ、真面目ではないと。
喧嘩も弱いからすんなりここを通してやろう。あ、通してくれないの？うわー、やっちまったー、ダダルマ。タブヤン攻撃、衝撃波やばい。魔法剣した方がいいのかな、セリス。でも魔法じゃないもんね、今回の相手は。ケアロだな、回復役だ。いけいけいけ、ダダルマ。完全に剣法の使い手だよね、これ。ポーション使うの？必殺剣舞でいいかな。ちょっと時間がかかる。ケアル、なんだ、なんかしたぞ、なんかしたぞ。守備力アップのプロですかな。あー、なんか守備力上がってる気がするね、やつは。さあ、こっちも万全の体勢で。ジュエルリングを盗んだ、やったぜ。必殺剣1でやった。おお、誰かモーター仲間呼んだぞ。僕はブリザードで攻撃応戦だ。こっちも攻撃に転ずる。よし、ダダルマ、やっぱ舞でいこうか、貯めようか。4まで貯めて必殺剣舞、ブリザード、いけいけいけ。開演一押し。おー、いけた、やりました、ダダルマ撃破。経験値すっくんな。盗賊のナイフもう持ってるしあー、お金ギルだけは置いていってくれたね。経験値少な、すべてが嘘のゾゾタウンだねこれお、ティナはいるのか。あー、いた、ティナ。んー、ぐるるるる、ティナ、ティナ怯えているのじゃよ、ラム。あなたは、お前たちこの娘の仲間か。ああ、ティナは大丈夫なのか。ティナという名前じゃったか。ティナ、はて、お、目が覚めたか。命には別状はない。普段使い慣れない力を一気に使ったために体が言うことを聞かないだけだ。私はラムじゃ、幻獣ラム。幻獣？幻獣は別の世界の生き物ではなかったのか。別にこの世界で生きていけないというわけではない。幻獣にもいろんな姿のものがおる。たまたまわしは人間の姿とあまり変わらないからここに住んでいるというわけだ。幻獣と気づかれる心配もないからな。なぜ幻獣であることを隠すんです。人と幻獣は相入れないもの。でもばあちゃんは言ってた、昔は人と幻獣がこの世界に住んでいたと。おとぎ話だけどな。わあ、おとぎ話ではない、本当のことじゃ。人と幻獣は仲良く一緒に暮らしておった。魔対戦が始まる前まではな。魔対戦、はるか昔、魔対戦、幻獣たち、そして幻獣から取り出した力で作られた魔導士たちの戦争。その虚しい戦いの後で
幻獣の力を再び利用されることを恐れた幻獣たちは自ら結界を作り、そこに移り住んだ。それが幻獣界。そこに20年前のある日、人間たちが迷い込んできた。幻獣、そして魔導、そして始まった幻獣狩り。幻獣から魔導の力を取り出し、その力を使って無敵の軍隊を作るガストラ。それに気づいた幻獣たちは大きな扉を作り、人間たちを追い出した。その時に捕らえられた幻獣たちは今でも帝国の魔導研究所に捕まり、魔導の力を取り出されている。わしは危うく難を逃れ、ここにこうしているっていうわけだ。おとぎ話じゃないんだね。現実にあったことなんだ。落ち着いたようだな。ティーナが暴れているのを見つけ、ここに呼び寄せた。私の魔導の呼びかけにあの子が応じたのだ。ティーナも幻獣？いや、我々とはどこか違う。ティーナは苦しそうだ。自分の存在に不安を抱き出して苦しんでいるのもそのせいじゃ。どうすればティーナを助けることができる？あの子が自分の正体をはっきりと悟ったとき、不安は消えるだろう。どうすれば？ガストラの魔導研究所に捕らえられているわしの仲間なら、ティナを救えるかもしれない。魔導研究所に行けばあんたの仲間がいるんだな。魔導研究所？あそこに？仲間を見捨てて自分一人だけ逃げ出し、ここに隠れ住んでいた。だがそれももうおしまいじゃ。どういうことだ？ガストラの方法は間違っておる。幻獣から力を無理に吸い出したところで、その魔導の力は完全にはならない。幻獣は魔石化してこそ魔導の力が生かされる。何を？自ら魔石となり、お前たちの力となろう。魔石？幻獣が死すとき、力のみをこの世に残したものが魔石。これは？これは帝国から逃げ出すときに死んだ仲間たち、そして私の力も。ラム！じいさん、死んじまったのかよ。魔石？自分の命と引き換えに俺たちに力を。どうしてそこまでして？我らを力として用いれば、星は死に命は途絶える。止めるのじゃ。魔大戦を再び起こしてはならぬ。魔石ラムンを手に入れた。魔石ケットシーを手に入れた。セイレーン、キリン、ティナ、待ってて、必ず迎えに来る。エルメスの靴ゲット。
エクスポーションゲット。おお、みんな来ていたのか。実はカクカクしかじかで、とりあえず戻りながら話そう。魔石が、帝国が幻獣から魔導の力を。本当なのか、セリス。私たちは眠らされたまま魔導の力を注入されたので、はっきりとは覚えていない。でもそういう噂は聞いたことがある。セリスはその力を注入されて魔法が使えるようになったのか。では乗り込むのですな、帝国へ。二手に分かれた方が良いだろう。ナルシェの守りも固めなければいけない。そうでござるな。私が帝国に行きます。帝国内部の情報は詳しいから。しかし一人では。心配なら俺もついていくぜ。タブヤン。もう少し人手がいるだろう。パーティーを一つ作ってください。おお。これ守りのことも考えないといけないのか。でもこれ開演は外せないな。え、もう一人使ってもいいってことかな。大丈夫かこれ、守り迷いますね。これどうする。フルスペックで行った方がいいのか、次回までに考えておきたいと思います。今回はここまで。それではまた、さよなら。